はい、よろしくお願いします。遺伝系の DDBJ から来た児玉雄一と申します。今日は最後の講義になりますが、よろしくお願いいたします。私の資料はアジャックスの、GitHub のホームページから、こちらの PDF で、ダウンロードすることができます。あとここにちょっと、実習で使うビフィジス菌属特異的な16S のリボソマ RNA 配列の配列を、こちらに貼り付けております。で、私のタイトルは次世代シーケンスデータベースの紹介と歩き方ということで、NGS ですね、いわゆる次世代シーケンスデータと、それに関連するデータベースの紹介、簡単な使い方、主にブラウザー上でクリックしながら使う使い方になるんですけども、そちらを紹介したいと思います。まず自己紹介なんですけども、私は静岡県三島市、先ほど内藤さんから紹介があった東京から新幹線で1時間ぐらいのところですね、にある国立遺伝学研究所、大変富士山に近くて眺めがいいところなんですけども、三島駅からだいたい車で10-20分、ちょっと駅から離れたところにあります。で、この国立遺伝学研究所って DBCLS と同じ大学共同利用機関法人というところに所属していまして、研究者の皆様に使っていている公的なサービスとして DDBJ のデータベースを運営しています。こちらが我々が入っている建物で、私はこの2階におります。ちなみに DBCLS の小野さんとか内藤さんはこの4階のここら辺にいます。で、この建物の向かいがスパコン棟というのがありまして、我々のデータベースの公共データベースのサービスだけではなくて、いわゆるニグスパコンというコンピューターのリソースですね、計算機資源を主に国内の研究者の方に提供しております。で、 DDBJ センターのミッションとしては、この公共データベースの運営と、それからニグスパコンの提供というのが、2大サービスになっております。で、富士山があって大変いいところにあるんですけども、残念ながら私も DBCS の方も富士山と反対側の居室におりますので、残念ながら普段はこの反対側にあるスパコン棟の何の素っ気もない建物を見て仕事をしております。時々息抜きしたくなった時には、反対側にある男子トイレに行って、この富士山を眺めております。で、私ずっとデータベースで、先ほどの小野さんとかと違ってですね、解析のシステムを作るとかではなくて、研究者の皆様からデータベースを集めて、いわゆる一次データベースですね、を作るというのをずっと仕事でしてきました。で、まず一番最初に次世代シーケンスデータベースと関連するデータベースを紹介いたします。で、生物学のデータっていろんなデータがあって、それこそ生データからゲノムからエクスプレッションであったり、あるいは生き物そのものの分類であったり、いろんなデータがあるんですけども、それらが相互に関連した多様ないろんなデータがあるっていうのが生物学のデータの特徴になります。で、この点種類が結構限られている物理学とかのデータとはだいぶ、違っています。ですので、どのデータベースにどういうデータがあって、それがどういうふうに関係しているかっていうのを把握する、全体像を得るということが、まずデータを活用する上での入り口になります。で、続いて私がずっと担当してきた次世代シーケンサーからの生データと、それからアライメントデータですね、で、それをアーカイブする、シーケンスリードアーカイブ SRA というのを中心に紹介いたします。で、それから最後の3番目に、我々のデータベースの活動って国際的にやってまして、アメリカの NCBI と、それからイギリスにある EU の EBI、 それから日本の DDBJ の3拠点で共同で国際的なデータベースを構築してるんですけども、それぞれのデータベースいろんな特徴がありまして、それぞれのデータベースの使い方をご紹介いたします。で、まず一番最初が関連するデータベースの紹介になります。で、まず次世代シークエンサーが大体2005年ぐらいから出始めて、今完全に普及してますが、何が違うかというと、
まずこれが左に書いてあるのが従来のサンガ法のシークエンスになります。で DNA をバラバラにしてプラスミドにクローニングして大腸菌に増やしてもらってそれを生成して、で ATGC、まあ、それぞれ違う蛍光色素をつけて、いわゆるキャピラリーというすごい細いゲルが詰まった電気道の管ですね。でそこに流してあげて長さで分離して、で蛍光で ATGC の塩基配列を読み取るというのが、まあ、いわゆるキャピラリーシークエンサーです。でこれ自体画期的な方法ではあるんですけども、まあ、その管に通すという方法から、まあ、1つのシークエンサーでだいたい最大でも並列の解析数が384ぐらいになります。で1回で500から1キロベースの配列が読み取れるんですけども、まあ、例えば人のゲノムシークエンス全部読もうとすると384の並列のシークエンス欄を何回も何回も何回もやらないといけないと。で、2005年ぐらいから次世代シークエンス法というのが出てきまして、これは DNA をバラバラにしてもう、プラスミドにクローニングして大腸菌で増やすというステップを得ずにダイレクトに PCR とかで DNA 断片を増やします。あるいは最近だとそれすらせずに直接 DNA 断片を読めるというシークエンサーも出てきています。でこれはイルミナの、例えばイルミナの場合ですと、まあ、アレイ状にクラスターを作らせて、でそれは蛍光 で一気にシークエンスします。でこちらの並列数が384ぐらいだったんですけども、まあ、このアレイの中で超高密度に数百万のクラスターを作って蛍光顕微鏡で一気にシークエンスを読み取るということが可能になりました。ですので原理は結構蛍光シークエンスに似てるんですけども、並列数が圧倒的に400ぐらいから数百万になっています。これでシークエンスのこうスループットというのが飛躍的に上がりました。でこちらは実際シークエンサーの種類を1回で読み取るリードの長さと、それから1ラン当たりのスループット1ランで何ギガベース出てくるかというので分類した表になります。いずれもログスケールになっております。だいたいメジャーなところですとイルミナが一番、登録数が多いんですけども、イルミナがいろんな機種を出していて、スループットの高い、まあ、ハイセックシリーズですね。それからバクテリアとかスループットが低くてもいい、もう少し、安いマイセックとかを出しています。でこちらの1回で読めるリードはだいたい100とか200、250ベースペアぐらいになっていて、まあ、ペアードエンドでめり込ませて読むで足してやると、まあ、500ベースペアぐらい読めるとなっています。でそれから最近いっぱい出てきているのがロングリードが読めるパックバイオとかオックスフォードナノポアのミナイオンというようなシークエンサーでして、こちらはイルミナとは違って、例えばパックバイオの場合ですとDNA をそのまま DNA ポリメラーで合成させて、その時に蛍光を取り込んで高速に一分子のまま DNA 配列を読み取るということができます。でミナイアの方は蛍光ではなくて、メンブレーン膜があってタンパク質の穴が開いていて、そこを DNA が、そのままスルスルスルと通っていって、その時の電位の変化で、塩基配列を読み取るということができます。でイルミナと違って一旦 DNA を結合して取ってウォッシュしてという激しいステップがありませんので、例えばミナイオンですと最近だと1キロベースとか、一番長いとライブラリの作成方法を工夫すると1回のリード長が1メガベースぐらいになるというのが達成されています。でですから大きく分けると、まあ、短くてスループットが高いイルミナのいろんな機種と、それから長いんだけども、まあ、スループットが低いパックバイオとミナイオンというのが、まあ、大体メジャーなシークエンサーになりつつあります。でこういういろんな次世代シークエンサーから出てくるデータをどうやってアーカイブするかということなんですけども、それぞれのデータの種類ごとにデータベースが分かれています。で私もずっとこの仕事をしていて、なんか一つ優れた一般的なデータモデルがあって、
あらゆるデータをアーカイブできればいいのにと思うんですけども、やっぱりなかなかそうはなってなくて、次世代シーケンスの生データに適したデータモデル、アノテーションがついた塩基配列に適したデータモデルと、それぞれのデータの種類ごとに公的なデータベースというのは分かれています。で、解析のフローに沿ってどういうデータベースがあるかというのを紹介いたします。で、まず次世代シークエンサーがあって、シーケンスすると、いわゆる生リードというのが出てきます。これ一般的なファストキューフォーマットっていうフォーマットで出てくるであることが多いんですけども、いわゆる ATGC の塩基配列と、それからベースコールの正確性を示す、その確率ですね、 A が A である確率を示す、クオリティバリューというのの、ひたすらそれが何万行何億行もあるというファイルが出てきます。で、ここから解析の方法として、例えば非モデル生物とかのリファレンスがない場合はデノボでアッセンブルして、この配列で同じところを見つけてくっつけていって、でアッセンブルとした配列を得てから、ギャップとか遺伝子機能、移動遺伝子の予測をして、いわゆる機能注釈した、ここからここがこういう遺伝子でこういう向きにあるっていうのを、機能注釈したアノテーションされた配列が出てきます。で、アノテーションされた配列っていうのは、それこそキャプラリーシークエンサーとか、昔ゲル版で読んでた時代からデータが出てきてましたので、アノテーションされた配列というのは DDBJ、 日本の DDBJ、 私たちと EBI の ENA、 それからアメリカの NCBI のジェンバンクが1980年代から延々、もう30年以上にわたってアーカイブしてきています。ちなみに DDBJ は1987年がオフィシャルなスタート年としていますので、去年がちょうど30周年で、その記念シンポジウムとかを開催しております。で、そこからもう一個、リファレンス配列がある場合ですね、例えば人とかマウスだと、もう、非常に精度の高いリファレンスゲノムがあるんですけども、そこにリードをマッピングしていって、リファレンスアライメント、リファレンスにリードをアライメントするっていう解析の方法があります。これはサムですとか、そのバイナリーのバムフォーマットという形で格納されていることが多いです。このバム配は、リファレンスゲノムがあって、このリードは何番染色体の何番から何番にアライメントしていて、1塩基違いがあるとか、そういう情報がずらーっと書かれたファイルになります。で、この生データですね、今再解析とかで生データが非常に重要になっているんですけども、このリードの生データと、それから少し解析が進んだ、アライメントデータですね、を BAM ファイルでアーカイブしているのがシークエンスリードアーカイブになります。で、これも日米欧の3局で手分けしてデータを集めています。で、これが2007年ぐらいから立ち上がってきています。で、生データとアライメントデータをアーカイブしているのが SRA になります。で、そこから解析を主に2つ方向がありまして、リファレンスとの違いをバリアントをコールして、いわゆる変異ですね、どんなバリエーションがあるか解析する。それから、遺伝子にメッセンジャー RNA を読み取って、その数を数えることによって遺伝子発現の遺伝子発現量を測定するっていう、あるいはチップセックですね、例えばヒストンの修飾に対する抗体でゲノムをこう引きずり下ろしてきて、それをシークエンスして、そのリードの数を数えることによって、ヒストンのどこ、ヘテロクロマチンだと、ヒストン H3 の9番目のリジンのメチル化が多いとか少ないとか、そういう解析をしたデータが、いわゆる定量的なデータが出てまいります。で、そのタグカウン、遺伝子発現とかチップセックの定量的なデータをアーカイブしているのが、のことをファンクショナルジェノミクスデータ、機能、日本語で言うと機能ゲノミクスデータと呼んでいます。で、これをアーカイブしているのが NCBA のジーンエクスプレッションオムニバス GEO と EBI のアレイエクスプレスが、2大の老舗として
2000年ぐらいからずっと稼働してました。でこのデータの DDBJ で受け入れる先がないというのが長年の課題だったんですけども、つい1ヶ月前ですね、ジェノミックエクスプレッションアーカイブというデータベースを始めまして、この機能注釈された配列と生データとファンクショナルジェノミックスデータを合わせて DDBJ にご登録いただけるようになっています。でちなみに GA は EBA のアレイエクスプレスとコラボレーションしておりまして、相互にデータを交換する予定です。ですから GA にデータを登録していただけるとアレイエクスプレスでもデータが検索できるようになる予定です。で GO とアレイエクスプレスはちょっと残念ながらデータ交換が、GO のデータアレイエクスプレスは取り込んでたんですけど、今ちょっといろんな事情があって途中で止まっています。それからもう一個がバリアントですね、塩基配列の違い、バリエーションを解析する方向で、そのためのデータベースとして1996年ぐらいから DBSNP というのが NCBI で稼働しています。 DBSNP は主に50ベースペア以下の短い変異ですね、 SNP ですとか INDEL をアーカイブするためのデータベースになります。で最近次世代シーケンサーでそれこそナノポアとかロングリートが読めるデータが出てきて、大きい構造変異ですね、例えばコピーナンバーバリエーションとか、大きいレベルのインデルとか、染色体の点座とかを精度よく測定できるようになったので、そのためのデータベースが必要だということで、2008年ぐらいからこの DBBAR という50ベースペア以上の構造変異のための公的なデータベースというのが NCBI で稼働しております。でこの DBSNP、 50ベースペア以下の短い変異のデータベースに対応するのが EBI のヨーロピアンバリエーションアーカイブの EVA で、 DBBAR に対応するのが DGVA となっております。で午前中に三橋さんから紹介があった統合バーで、日本でも変異のデータのインテグレーター、統合して見れるようになったんですけども、残念ながら今まだ日本ではその変異のデータの一次データベースというのはないというのが現状です。それからこれだけでもデータベースが多いんですけども、いろんな種類の関連するデータ、例えば生データがあってそれをアッセンブルしたアノテーション配列があって、あるいはタグカウントした遺伝子発現データがあって、いろんな関連するデータがいろんなデータベースにまたがって存在するようになったので、それらを整理するためのデータベースというのも新しく作っています。そのうちの一つがバイオプロジェクトというデータベースで、これも日米を共同で運営しています。でバイオプロジェクトはもう名前の通り、この研究から出てきた研究に対してアクセッション番号をアサインして、でそれから研究という切り口でデータをまとめるので、後で紹介しますが、バイオプロジェクトのサイトに行ってこの研究から出てきた SRA の生データ、アッセンブルされたゲノム配列、タグカウントした遺伝子発現データと、データをこうプロジェクトという単位でまとめる役割を持っているのがバイオプロジェクトになります。それからもう一個作ったのがバイオサンプルというデータベースで、これも多分名前からもう想像がつくかと思うんですけど、あるサンプルに対してアクセッション番号を振ってあげて、このサンプルから取得したデータはこれですよっていうサンプルという切り口でデータをまとめるデータベースになります。であともう一個アッセンブリーというデータベースも日米欧で始めていまして、でこれはNGS が出てきて、同じバクテリアの菌株をいろんなラボが、NGS でシークエンスして、いろんなゲノム配列、同じ生き物に対する複数のゲノム配列が登録されるようになったので、例えばどこにどのぐらいのアッセンブリーのレベルのゲノムが登録されていて、アノテーションついてるやつついてないやつとか、あるいは N50 とか、いわゆるアッセンブリーのクオリティがどのぐらいかというのを、アッセンブリーの情報をまとめるためのデータベースがアッセンブリーになります。でここまででだいぶデータベースがもう多いんですけども、データベースに大きく分けて
オープンアクセスのデータベースとアクセス制限のデータベースというのがあります。で、オープンアクセスのデータベースはもう一回データが公開された後は、まあ、誰でも自由にダウンロードして使うことができます。ただアクセス制限データベースは個人レベル の データを集めていまして、午前中に三橋さんから紹介があったと思うんですけども、 DTBJ は JGA ジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブというデータベースを、まあ、NBDC さんと共同で運営しています。で、こちらのデータベースはいわゆる個人情報ですね、まあ、ある個人に由来するゲノムの情報ですとか、ある個人の、まあ、病気に関する情報とか、まあ、いわゆる機微情報を扱っているので、こちらデータを登録するにも NBDC の審査が必要で、データを利用する場合もこちらのように誰でも自由にダウンロードできるわけではなくて、研究目的を NBDC に伝えて、その DAC ですね、人データ審査委員会で承認された人じゃないとダウンロードできないという、まあ、いわゆるアクセス制限がかかっております。で、このアクセス制限データベースとしては DDBJ の JGA と EBI の EGA からアメリカの DBGAP という3つが3大データベースとして稼働しています。ちょっとデータベースの種類を別の切り口でまとめた表がこちらになります。で、大きく分けて二次データベースと一次データベースというのがありまして、一次データベースがプライマリーデータベースとかアーカイブとかアーカイバルデータベースといわれるデータベースで、研究者登録者が実験で得たデータを直接登録しているデータベースになります。で、 DDBJ で運営しているデータベースというのはほとんどがこの一次データベースになります。で、 DDBJ とか Expression GEA とか生データの DRA とか、ここら辺ほとんど一次データベースで、主に国内の研究者からデータを受け付けています。で、国内の研究者がどうして DDBJ にデータを登録するかというと、一般的な論文ですね、論文にあるデータを使って何か結論を書いてサブミットしたときに、ほとんどのジャーナルでは、主要なジャーナルでは、塩基配列は DDBJ、 それから生データは SRA に登録して、そのアクセッション番号を論文中に引用するように義務付けています。で、DDBJ を運用しているデータベースというのはほとんどの主要なジャーナルで登録先に認められていますので、論文を投稿する際にはこれらのデータベースへの登録が必要になります。あと二次データベースは一次データベースにあるデータを加工して使いやすくしたデータベースでして、先ほどから出てきている RefSec とか、あるいは小野さんの DefEX かチップアトラス、こういったものが該当しています。で、今回私が紹介するのはほとんど一次データベースになります。で、この一次データベースなんですけども、世界中のデータを集めて、公共のデータベースに集めて、世界中のデータ研究者に提供するっていうのは結構大変な仕事なので、日米欧で手分けして国際協力してデータベースを構築しています。で、アノテーティッド配列だとジェンバンク DDBJ、 それから NGS の生データの SRA、 バイオプロジェクトバイオサンプルとアッセンブリーから、機能ゲノミクスデータの GEO アレクス GEA からバリエーションのデータと、で、ここまでがオープンアクセスのデータベースで、からアクセス制限のデータベースのこの3つがあります。それでちょっとだんだん3局で日米欧で全部を手分けして網羅的にアーカイブするとか難しくなっていまして、だからそのデータのありかを知るのに少しこのデータの交換の状況というのを押さえておく必要が出てきています。で、今までずっとですね、日米欧のどこかのデータベースでデータを受け付けてアクセッション番号を発行して、で、アクセッション番号のプレフィックスで DDBJ なのか EBI なのか NCBI なのか区別して、で、一回データが公開された後は大体論文が出た後に出るのと同時にデータも公開されるんですけど、インターネット経由でデータを交換して各データベースは同じデータセットを持っているっていう状態だったんですが、だんだんそれが変わりつつあります。
でまず大きな変化があったのがこの変異のデータベースでして、DBSNPDBBAR は去年の9月から人以外のデータ、人以外の変異データというのはもう受け付けなくなっています。ですので人以外のデータというのは今この EVA と DGVA に移していますデータを。なのでここは今後は人のデータしか受け付けなくなるので、例えば稲とか小麦とか、まあ、人以外の農業上重要なモデル生物がいくつかあると思うんですけども、まあ、それについての変異のデータが知りたければ今後はこちらを見る必要があります。それからあとただ人のデータに関しては両方受け付けていてデータを交換しているのでどちらでも同じデータセットを見ることができます。あと遺伝子発現機能ゲノミクスエピジェネティクスのデータはアレエクスプレスがGEO のデータをちょっとこことここ歴史的な経緯があってデータモデルが違うんですけどもずっとインポートしてきたんですがちょっと最近それが結構手作業がデータの変換で手作業が必要なのでちょっときつくなってきたみたいでこのインポートというのが最近止まっております。から GEO とアレエクスプレスは同じデータモデルを使っているのでデータを交換する予定になっています。まあ、ですから GEO のデータのうち一部はアレエクスプレスもあるけれども一部は GEO にしかないという状態になっています。あとこのアクセス制限データベースに関しては個人レベルのデータを交換するわけにはいかないのでサマリーのデータだけここで交換しています。で GGA もいずれこの3局のサマリー交換に参入する予定です。で今までこれが公的なデータベースで一次データベースの紹介だったんですけれどもいくつか大規模なプロジェクトのデータベースというのがあって一番有名な例えば1000人ゲノムっていうのはいろんなポピュレーション世界中のポピュレーションの代表する2504人分の、まあ、WGS とかエキソームのデータを、シークエンスしたプロジェクトになります。あとエンコードはいろんな組織のエピジェネティクスですねヒストンの修飾とかを解析したのがエンコードになります。あとファントファイバーは日本の理研のプロジェクトで先ほど小野さんから紹介があったの KG とかノンコーディング RNA の各組織の組織や細胞のエクスプレッションのデータになります。あとアクセス制限がかかっているものとしてはいろんながんの種類の ICGC とかTCGA というプロジェクトから、個人に由来する、まあ、エピジェネティクス解析した IHEC ですとか個人の組織のエクスプレッションを解析した GTEX から人の腸内細菌ですねを解析した、まあ、HMP というようなプロジェクトがあります。でこういうプロジェクトはプロジェクト独自で検索サイトを作ったり解析サイトを作ったりしていることが多いんですけどもだいたい生データとかはいわゆる NCBI、DDBJ、EBI の公的なデータベースから公開されていることが多いです。例えば1000人目でも2500人分の、エキソームとか WGS のデータがあるんですけどもその生データとかバイオプロジェクトとかバイオサンプルっていうのは全部その日米欧のコラボレーションのことは INSDC というんですけども INSDC から公開されています。NCBI とかだと、こういう大規模なプロジェクトのデータを整理して見せているサイトがあるので興味がある遺伝子とかをそこで調べると、まあ、いろんなこう知見が得られる洞察が得られることが多いです。でここまでをまとめますと、まあ、ひたすらデータベースの種類が出てきてちょっと恐縮なんですけどもNGS の生とアライメントデータをアーカイブしている SRA からアッセンブルしてアノテーションされた配列の DBJ-ENA ジェンバンクから機能ゲノミックスデータの GEA アレクス GEO から範囲の DBSNPDBBAR からアクセス制限データベースの JGA-DBGAP からこういうデータを整理するためのデータベースであるバイオプロジェクトとバイオサンプル他に大規模な
プロジェクトのデータベースというのがあります。で次にLGS の生データとアライメントデータをアーカイブしている、SRA をちょっと中心に紹介したいと思います。で NGS どんどんデータが増えていまして、これ NCBI の統計なんですけども、このオレンジの線がオープンアクセスの誰でも使える NGS のデータで、今7634兆円期のデータが公開されています。それからこの青い線がアクセス制限がかかっているデータベースで、DBGAP というところに今多分150万人分の NCBI のデータベースにたまってるんですけど、それの NGS の生データは SRA でアーカイブしていまして、それが1系1814兆円期になっています。ですから今このオープンとアクセス制限を合計すると、大体2系の塩基配列のデータがたまっています。で私が DDBJ で働き始めたのが2008年で、最初はどんどんデータが増えて非常に大変な思いをしたんですけども、最近はダブリングタイムが落ち着いてきてまして、27ヶ月ぐらいでデータが2倍になるというペースまで落ち着いています。でストレージ の技術革新がだいたい24ヶ月、24ヶ月経つと同じ値段で2倍のストレージが買える、容量のストレージが買えるぐらいの技術革新なので、一応そのストレージの技術革新のペースは下回ってきています。でそれはデータのいろいろ圧縮をこちらでアーカイブ側で工夫したりとかがあって、だいぶグロースが寝てきています。で大体シークエンスの塩基のこの占める割合で見ると、これ NCBI のアドバンスサーチの画面なんですが、イルミナがボリュームでいうと圧倒的な量を占めていて、でそれに454で、あとオックスフォードナノポアとパックワイのロングリードが続くというような形になっています。ただスループットが高いシークエンサーに関しては、もう454は販売停止になっているので、ほとんどがイルミナ由来という状況になっています。でそれでこの大量のデータをどういうフォーマットでアーカイブしているかなんですけども、SRI は最初 NCBI が始めたということもあって、 NCBI が開発した SRA というバイナリーのフォーマットでアーカイブしています。でいろんなシークエンサーが FASTQ とか454だと SFF とか、あるいは BAM っていったアライメントの情報を、シークエンサーからアウトプットして、登録者はこういういろんなデータを DDBJ の SRA とかにサブミットアップロードしてきます。で我々はそれを NCBI が開発した SRA ツールキットっていうので SRA ファイルに変換してアーカイブしております。で3局でもこの SRA ファイルというのでデータを交換しています。ただ SRA ファイルだとちょっと使いにくいので、我々この SRA ツールキットというので、SRA ファイルがテキストの FASTQ というのをジェネレートして、 SRA と FASTQ ファイルの両方を提供しております。これは EBI も同じです。ただ NCBI はデータのボリュームが非常に多いので、バイナリーの SRA ファイルでしかデータを公開していません。ですので NCBI の SRA からデータをダウンロードしたときには、一旦 SRA ファイルから自身で SRA ツールキットでデータをコンバートして FASTQ とかあるいは BAM ファイルを作る必要があります。でちなみに DDBJ 今だと SRA ファイルが全部で 2.7PB から FASTQ が 1.1PB で合計で 3.8PB のデータを公開しております。ただちょっと SRA ファイルの特に NCBI と EBI 由来の SRA ファイルが多いので、ファスト Q のジェネレーションが追いついてないという状況にあります。でこの SRA ファイルフォーマット、非常に NCBI が開発する戦略的なフォーマットなんですけども、なかなかよくできたファイルで、いろんな、例えば BAM から SRA ファイルを作った場合だとこうアライメントの情報とかがインデックスされています。なので例えば SRA ファイルから塩基配列情報を取り出すときに、一番染色体の
にアライメントされたリードだけ取り出すとか、そういうことができるようになっています。あるいはクオリティバリューが低い塩基をリードをフィルターするとか、そういったインデックスされているので、そういった取り出し方ができるようになっています。あとバイナリーなのでもともと圧縮されていて、インデックスされているので NCBA のシークエンスビューアーとかブラストで直接 SRA ファイルを読み込んで高速にデータを表示しています。で SRA のデータモデルなんですけども、これが一番最大の特徴で、3つのデータベースにまたがって NGS データをアーカイブしています。でそのうちの一番トップレベルがバイオプロジェクトで、いわゆるプロジェクトの情報とか研究費とか文献情報をバイオプロジェクトで管理しています。で DDBJ の場合だと PRJD のアクセッション番号を発行しています。これが EBI だと PRJE で、NCBI だと PRJN のプレフィックスになります。でそこからこのバイオプロジェクトに複数のエクスペリメントという SRA のオブジェクトが来ます。でこのエクスペリメントには使ったライブラリーですとか、使ったシークエンサーの機種というのが書いてあります。でここにうちだと DRX のアクセッション番号を発行しています。でこのエクスペリメントが一つのバイオサンプルを参照しています。でバイオサンプルにはサンプルの情報ですとか、どの生き物かっていうタクソノミー ID、 タクソノミーの情報が書かれています。でエクスペリメントは必ず一つのバイオサンプルを参照するようになっています。2つのエクスペリメントが同じサンプルを見てるってことあるんですけど、一つのエクスペリメントが、いろんなサンプルを見てるっていうのは基本的にできないようになっています。でエクスペリメントからランが出てきて、例えばイルミナで3回ランした場合だとランオブジェクトが3つきます。それでこのランオブジェクトにファストQとかバムとか NGS ファイルが、SRA ファイルに変換した SRA ファイルがリンクして含まれているという構造になっております。これがちょっと分かりにくいところなんですけども、どういう研究をしたのかっていうのがバイオプロジェクトに書いてあって、どういうサンプルをシークエンスしたっていうのがバイオサンプルに書いてあって、どういうふうにライブラリを作ってどのシークエンサーでシークエンスしたかがエクスペリメントに書いてあって、でその結果のランがランに紐づいているという形になっています。で SRA のデータを見るときは常にこれを頭の中に置いといて、必要な情報をこういろんなところで眺めてっていうのが必要になるので、この構造を頭に入れておくというのが非常に大事になります。で上から順番に見ていきますと、まずバイオプロジェクトが、これ NCBI の結果なんですけども、トップレベルのオブジェクトとしてどういうプロジェクトなのかとか、生き物は解析した生き物は何かとか、この研究プロジェクトが出てきた文献は何かっていう情報が書いてあります。でここに関連するデータの情報がありまして、このプロジェクトから出てきたジェンバンクのアノテーションされた塩基配列が何塩基あって、NGS の生データのエクスペリメントが何個あって、サンプルがあって、アッセンブリーがどのぐらいあるかっていうのがリンクされています。ですからバイオプロジェクトのプロジェクトに関する情報で、関連するデータですねをデータベースをまたがって閲覧することができるので、ナビゲーションの入り口として一番適しています。で大規模なプロジェクトだとプロジェクトのプロジェクトっていう形で、プロジェクト自身が階層構造を形成して、整理整頓されている場合もあります。でアクセッション番号は DDBJ、EBI、NCBI で区別して、こういうプレフィックスで番号を発行しています。それからバイオサンプルはサンプルに関する情報を集約して管理していまして、ここにサンプルのタイトル、この場合ですとギボシムシという進化的にユニークな真核生物がいるんですけど、ギボシムシのジェノミック DNA と書いてあります。から生き物が何かというのがその生物の分類とともに
タクソノミーの情報が書いてあります。あとサンプルの情報が、まあ、基本的にあのサンプル属性で A は B っていう形で、記載されています。まあ、サンプルをコレクションした日付が2006年の12月10日で、場所がアメリカのハワイで、まあ、こう海辺でサンプリングしたというようなことが書いてあります。でここにあの登録者情報としてここですね、OIST のマリンジェノミクスユニットが2015年に登録したということが書いてあります。でバイオサンプル化のデータを取得したサンプルが属性と値のペアで記述されていて、サンプル、アクセッション番号が割り振られています。でうちの場合だと SAMD になります。で続いてサンプルからこう下がってきてエクスペリメントのところなんですけども、このエクスペリメントの情報を見ますと、エクスペリメントが見ているバイオプロジェクトとバイオサンプルが何かというのが書いてあります。これはここにあのライブラリーの情報があって、WGS のジェノミックのライブラリーであるということが書いてあります。であとペアードでシークエンスしていて、シークエンサーの機種はイルミナのマイセックということが書いてあります。でここにあのスポットディスクリプターというのがあって、これちょっと特徴的な用語なんですけども、リードの構成が書いてあります。でこの場合だとイルミナでフォワードで270ベースペア読んで、リバースで同じぐらいの長さで読んでるというのが書いてあります。でこのギボシムシのサンプルからイルミナマイセックでゲノム WGS のライブラリをシークエンスして、その結果が3つの欄として登録されています。でここにあの塩基配列とかリードの数ですとかファイルのサイズが書いてあります。まあ、これを見ると 1.4GB、4.7、1.9 の3つの欄があるというのが分かります。それでこのエクスペリメントに紐づいている欄をクリックすると、具体的な欄の情報というのを見ることができます。ここに言ったさっきのリードの情報とかで、このリードというタブを見ると、具体的な塩基配列とクオリティバリューの情報を、まあ、ちょっと見ることができます。で具体的な一つずつのリードには、もうこの欄の 1,2,3,4,5 という形で、まあ、連番を割り振っています。でこの欄というのはリードデータのコンテナで、リードには連番をアサインしていまして、でこの欄ファイルを更新する、例えば10番目の塩基配列が間違ったのでそれを差し替えたいというのは非常にオペレーションが大変になるので、欄は更新ができなくて、欄を更新するときは欄ファイルそのものを差し替えるという形でやっています。でこれが SRA の、 あの紹介でして、あのデータのモデルがあの3つのデータベースにまたがっていて、このプロジェクトサンプル、エクスペリメントランというこの相互に関係した構造で記載されているというのが最大の特徴になります。でそこから今までのがあのデータベースとその SRA のデータモデルの紹介だったんですけども、ここからの具体的な EBI と NCBI の使い方を紹介しながら具体的に見ていきたいと思います。で最初にあの EBI の、ENA の使い方を紹介いたします。でちなみにこの書の内容はあの先ほど小野さんが紹介したあの統合テレビで内容がまとまってまして、こちらで非常に分かりやすい動画を見ることができます。でここからちょっとあの実際のブラウザーでちょっとお見せしていきたいと思います。でまずあの EBI のサイトに行きますと、まあ、こういった画面が出てきます。でここで調べたいあの LAN のアクセッション番号ですね、この場合ですとうちの DRR の027941という番号を押してサーチを押すとアクセッション番号で検索することができます。そうするとこのLAN に関係した
情報っていうのが出てきます。で、このリアルアの欄から出てきた NGS の生データと、それを解析したアノテーションについた配列というのが両方登録されているので、2つデータがヒットしています。で、今回は生データに興味があるので、こちらの欄をクリックします。そうするとこういうサイトが出てきまして、ここにまず欄の概要の情報が見ることができます。まあ、これだとオイストから登録された、まあ、先ほどの例に出したギモシブシの WGS のデータですね。イルミナのマイセックで読んで、リードが530万リードあって、塩基が30億塩基ぐらいですかね。っていうのが見れます。で、WGS のフォールゲノムのシークエンスでペアードで読んでるというのが書いてあります。で、EBI の非常にいいところは、先ほど のバイオプロジェクトサンプルエクスペントランという関係をここで表にして一覧に出してくれています。なので対応関係が非常に分かりやすくて、この欄はこのエクスペリメントに属していて、エクスペリメントはこのサンプルとプロジェクトを見ているという対応関係が一目で分かることができます。で、あと ENA は SRA ファイルに加えて使いやすいテキストのファスト Q ファイルもジェネレートしてくれています。なので NCBI と一旦 SRA ファイルを落としてきて、それをファスト Q にコンバートしてあげないといけないんですけども、EBI であればファストQファイルをダウンロードして、それをそのまま解析に使うことができます。で、ファストQファイルペアードの場合はこのアンダースコア1ファイルが2つありまして、それぞれのフォワードとリバースのリードが別々のファイルのファストQとして提供されています。からあとこのファストQファイルギャラクシーというウェブサイト上でいろんなツールを組み合わせて解析できるギャラクシーというツールがあるんですけども、このファストQ括弧でギャラクシーというところをクリックすると、このファストQファイルをギャラクシーに読み込ませることができます。で、今回はこの一つの欄を見てると全体像が把握できないので、ここのスタディのアクセッションをクリックして全体像を見てみます。そうするとここに研究プロジェクトの概要が書いてあって、ハワイで撮ったギボシムシの WGS をしたというようなことが書いてあります。で、このバイオプロジェクトが研究プロジェクトが出てきている欄が全部で27欄あって、その対応関係というのが表で見ることができます。で、これをざっと眺めると454とかイルミナのハイセクとかマイセクとかいろんな機種で何回もシークエンスしているというのが分かります。ただこのままだと違いが分からないので、こちらのセレクトカラムズというところがあるんですけども、ここでこの表に含ませる表示する項目というのを選ぶことができます。ここでペアードノミナルレンスというライブラリ作るときのインサートのサイズですね、選ぶと違いがよく分かって、ギモシモシ非常に進化的にユニークないわゆる非モデル生物なので、リファレンデノボでシーケンスするしかないんですけども、ペアードでインサートのサイズを400ベース3キロ20キロと変えながら、イルミナのマイセックでシークエンスして、その結果のファストQとファストQファイルがこれであるというのが、こう一望することができます。あとこの表をテキストファイルでダウンロードして、コマンドにインプットしてまとめてデータをコマンドでダウンロードするということもできますし、あとここで Java のツールが提供されていて、全部のファストQファイルをまとめてダウンロードするといったことができます。
あと EBI は非常にアドバンストサーチで、いろんな項目で絞り込んで検索する機能が優れています。でこの EBI のこのサーチの下にアドバンスというところがありまして、ここをクリックするとまずドメインを選んでくださいというのが出てきます。でこれがちょっと EBI 独特の用語になるんですけども、生データとそれをアッセンブルしたデータとアノテーションがついた配列があって、このアッセンブルされたゲノム配列のことを彼らアッセンブリードメインと呼んでいます。だからアノテーションがついた配列のことをシークエンスドメインと呼んでいます。でこのリードというのがいわゆる NGS の生データのことで、SRA データベースがリードに相当します。であとスタディがバイオプロジェクトで、サンプルがバイオサンプル、タキソンがタキソノミーに該当しています。で今回はNGS の生データの検索に興味があるので、リードドメインを選びます。そうすると、この生物の分類ですとか、ライブラリのレイアウトとか、どういう機種でシークエンスしたかとか、あとどのぐらい塩基配列やリードが含まれているかとか、いろんな情報、あといつデータが公開されたかとか、登録者誰かといった、いろんなあらゆる項目で絞り込み検索をすることができます。で今回ちょっと試しにですね、イルミナでペアードで読んで、2017年の1月1日以降に公開されたデータというのを検索してみたいと思います。でまずイルミナのシークエンスに絞りたいので、このインストルメントモデルというところを見てみますと、このインストルメントモデルというところはイルミナのそれぞれの機種で分かれているので、ゲノムアナライザーとかハイセックとかマイセックとか、イルミナのいろんなラインナップが個々に分かれています。で今回はまとめてざっくりとイルミナという切り口で検索したいので、その下のプラットフォームというところを見てみますと、イルミナとか454とか上位の項目で検索することができます。でここがイルミナで、からライブラリーのレイアウトですね、それがペアードシークエンスになります。それから初回公開日が2017年の1月1日、この辺はカレンダーから選ぶことができます。ただこのまま検索してしまうと、初回公開日がぴったりこの日っていうふうになってしまうので、ここで不統合で1月1日以降というのを選びます。これでサーチボタンを押すと、今の条件で検索することができます。そうするとヒットしたエクスペリメントラン、それからバイオプロジェクトのスタディが出てきて、このヒットしたランが今だいたい170万ランあるんですけども、このリポートタブというところで見ますと、さっきと同じように表に含める情報というのを選ぶことができます。でこれで見ると、イルミナのペアードのシークエンスで、あとちょっと分かりやすいのに初回公開日を含めておきますと、2017年の3月30日に公開された欄とか、こういった感じで、一覧することができます。それから他の検索方法として、生物の分類で検索方法を紹介したいと思います。でこれもアドバンスサーチを選んで、生データなのでリードドメインを選びます。で稲なのでオリザサティバとここに入力すると、
この入力補完で生物名が出てきます。で今回あのオリザサティバだけではなくて、その貝の分類のあのインディカとかジャポニカとかをまとめて検索したいので、オリザサティバを選んでこの貝の分類群も検索するというのにチェックを入れます。それで転写産物であの調べたいので、ライブラリーソースでトランスクリプトミックというのを選んで検索します。こうするとあのオリザサティバの、まあ、インディガとかジャポニカを全部含めた、転写産物の NGS データというのを検索することができます。でこれでレポートで見てみると、実際イルミナでシークエンスした転写産物で、まあ、ジャポニカとか、まあオリザサテバだけではなくて、その貝の生物の情報も検索できているということが分かります。あとですね、あとはですね、例えばあのリードのボリュームですね、塩基配列が例えば2億リード以上とか、それをリードカウントで絞ったりとか、いろんな検索の方法もできます。であともう一個あの有用なのは、あのサンプルの情報で検索する方法で、このアドバンスサーチを選んで、サンプルの情報で検索したいときはあのサンプルドメインを選びます。これ例えばあの深海ですね、デプスというサンプル属性があるんですけども、まあ、深さ200メートル以上の地点から採取されたサンプルというのを検索したいときは、このデプスですね、ここがメートルで正規化されているので200メートル以上と選びます。あとメタゲノムに絞りたい場合は、ここにメタゲノムと入れて、この貝の分類群も含めてやると、基本的にメタゲノムってあの生き物ではないんですけども、まああのタキソノミーデータベースであのメタゲノムという下にいろんなメタゲノムの分類群があるので、これでメタゲノムをまとめて検索することができます。でこれでサンプルを検索すると、まあ、いろんなあの深海ですね、海の底の深いところから、例えばこれだとマリンメタゲノムとかサンプルが検索することができます。であとこのサンプルの、あの関連情報を見ることで、この深海のマリンメタゲノムから出てきた卵などをここで取得して解析するということができます。で以上があの EBI の、 あの検索システムの紹介になりまして、基本的にあの表形式で対応関係が分かりやすいというのと、いろんな項目で絞って検索できるというのが EBI の利点になります。で続いてあの NCBI の検索システムの使い方を紹介いたします。で NCBI だとあのいろんな項目がありまして、でこれが NCBI の SRA の検索のページなんですけども、ここのアドバンスという項目を選ぶと、まあ、先の EBI と同じようにですね、いろんな、シークエンスのプラットフォームとかライブラリーのソース、まあ、ゲノムなのか転写産物なのかといったことで絞り込むことができます。で例えばあのプラットフォームを選んで、この小インデックスリストというのを押すと、どういう項目で、この括弧の中はエクスペリメントの数なんですけども、あのどのぐらいのヒット数かというのを事前に検索する前に表示してくれます。まあ、例えばイルミナのシークエンサーでアンド検索でライブラリのストラタジーが
例えばセレックスのシークエンスとかいう形で選んでいくことができます。でここは演算子を選ぶことができまして、アンドでさらに絞り込んでいくこともできますし、オアであるいはという形で検索もできますし、あるいはノットで引き算して検索するということもできます。でまずちょっと感覚をつかむためにちょっと NCBI でホモサピエンスでまずざっくりと検索してみたいと思います。でそうするとこういう結果が返ってきまして、NCBI の非常にいいところは、いろんな NCBI のリソースの情報をインテグレートした検索結果というのを返してくれます。この場合ですとホモサピエンスでざっくり計算すると158万のエクスペリメントがヒットしています。でここに左の列のところにそのいろんな項目が出てまして、いわゆる個人ゲノムに由来するアクセス制限されているエクスペリメントというのが33万あることが分かります。でパブリックなデータ、誰でも使える非制限オープンなデータが124万あることが分かります。でソースが DNA なのか RNA なのかとか、いろんな項目、エクソームなのかゲノムなのかとか、いろんなデータが項目がここに表示されています。であと右の方にいろんなランキングが示されていまして、ヒットした生物ですね、ホモサピエンスなのか人のメタゲノムなのかというか、このヒットしたエクスペリメントの数のランキングというのが示されています。でここをクリックすることで、パブリックなデータだけに絞るとか、フィルターさせることができます。で実際に NCBI のサイトで、先ほど見てみたギボシムシの例ですね、EBI で見たいろんなイルミナのマイセックで、インサートのサイズを変えながらペアードのシークエンスでホールゲノムを読んでるというデータを見てみたいと思います。でまず NCBI のバイオプロジェクトで先ほどのギボシブキのゲノムシーケンスプロジェクトのアクセッション番号を入れますと、このギボシムシの WGS のプロジェクトページにたどり着きます。でここを見ると先ほどと同じようにハワイで撮ったギボシムシのデータで OIST から登録されたということが分かります。でこの下の方を見てみます と、このプロジェクトが出てきた SRA の生データは11エクスペリメントあってから、アノテーションがついた塩基配列のデータが21万配列あるということが分かります。でこのデータを使った論文がパブメドで1件出ていて、サンプルが1つあってアッセンブリが1つあるといった統計情報を見ることができます。で今回生データに興味があるので、この SRA エクスペリメント11というところをクリックしてみます。でそうすると全部で11個のエクスペリメントのタイトルが、こうやってリストされるんですけども、正直このままです と、ちょっとこう全体像を把握するのが非常に難しいです。でここでランセレクターというセンドリザルトというランセレクターというのがあるんですけども、こちらをクリックします。でそうすると先ほどの EBI と同じように、縦に並んでたエクスペリメントをプロジェクトサンプルエクスペリメントランという対応関係の表を出してくれます。さっき11個あったエクスペリメントを、欄の数が27なんですけども、それに合わせてこう横に並べた形で出してくれます。で上の方に共通の情報がありまして、バイオプロジェクトとか、使っているバイオサンプルが1つなのでサンプルの情報が登録者の情報とかが、記載されています。
で下を見る と、この11のエクスペリメントから全部合計で27の段が登録されていて、先ほどのイビアと同じようにですね、いろんなイルミナのマイセックでインサートのサイズを400キロから20キロまで振ってペアードでシークエンスしているということが分かります。あとここに出てきた塩基配列の量ですとかサイズというのも一覧することができます。でここでアクセッションのリストとか欄の情報のこの表のファイルを TSV のテキストファイルで落として、表形式のファイルで落としてコマンドにインプットするといった使い方もできます。あとここでファセット検索でいろんな絞り込みをかけることができまして、例えばプラットフォームをクリックすると、その27の欄のうちイルミナのものが24欄、454のものが3欄という結果が出てきます。ここで例えばイルミナのものだけ欲しい場合はこれをクリックすると、先ほど27欄だったのが454の分が除かれて24の欄だけに絞り込むことができます。あとサンプルの情報を見たいときは、このバイオサンプルの情報を見ると、先ほどの EBI と同じようにハワイの海辺で取得されたギボシムシであるということが、サンプルの情報が分かるようになっています。で今までがどちらかというとメタデータを使っていろんな関連するデータをたどるということだったんですけども、 NCBA の非常に優れているところは配列の情報からも関連するいわゆる変異の情報とかをたどれるというのが非常に優れているところです。ちょっとそれをご紹介したいと思います。で先ほど大規模ゲノムプロジェクトのところで1000人ゲノムプロジェクトというのをご紹介したんですけれども、その中で145人ぐらいの日本人のゲノムというのが読まれていて、それが SRI でパブリックに公開されています。でこの PRJNA59845 というのが、その1000人ゲノムプロジェクトのうちの、東京に住んでる日本人をゲノムシーケンスしたというバイオプロジェクトになります。でこれを見るといろんな情報が書いてありまして、1000人ゲノムプロジェクトで2010年に登録されていて、日本人の WGS の NGS の生データが147エクスペリメント登録されているということが分かります。で今回その日本人のゲノムのデータを見てみたいので、この147エクスペリメントをクリックします。でそうするとこの結果が出てきまして、で今回アラインドデータというのに絞り込みをかけます。で SRI 今ファストQっていうかの生データとそれからアライメントの情報が入った BAM ファイルの受け付けてるんですけども、 BAM ファイルが登録されている場合はそのアライメントの情報を使ってリファレンスとのアライメントの情報をブラウザーで見ることができるので、この BAM ファイルで登録されている場合はこのアラインドデータで絞り込むとここに残るようになっています。でそのうちの一番上のエクスペリメントをクリックします。でそうするとこれはNA18939 というこれ東京に住んでいる女性のホールエクソームシークエンスでイルミナハイセック2000で読んだデータであるということが分かります。で具体的にどういうサンプルか知りたければこのバイオサンプル、このエクスペリメントが見てるバイオサンプルの情報を見てみると、ポプレーションがジャパニーズで上位の分類としては東南アジアで東京にいる日本人で女性の方である。でコリエルっていういわゆる細胞のバンクですねにサンプルが分譲されてるんですけど、
その番号が GM18939 ということが分かります。でこのサンプルから出てきた欄がこれで、リードの数としては400万ぐらいになっています。それでこの欄を選ぶと、この欄のあの統計の情報というのをある程度見ることができます。例えばここですと、この BAM ファイルのアライメントに使ったリファレンスは GRCH の37番、まあ、今あの人のゲノムの最新の版、最初のやつ38番なので1個前のバージョンの37にアライメントされているということが分かります。カバレージがだいたい 0.15 かけで非常に浅く読まれていて、アライメントされなかったリードが 1.36% ある。あとクオリティバリューの、 あの分布というのを見ることができて、だいたい精度の高いベースコールが行われているということが分かります。それここでリードの情報が見れまして、76ベースペアでフォワードで読んで、リバースで76ベースペア読まれているというのが分かります。でここにアライメントというタブがありまして、ここをクリックするとこの NGS の生データというののアライメントされた情報を、まあ、ゲノムのブラウザ上で見ることができます。で今ちょっとでこの欄をシークエンスビューアーで見るんですけども、初期表示する染色体の番号をここで選びます。でこの前ヒューマンなので1番から22番までと、あと XY の染色体があります。で今ちょっと12番染色体に興味があるので12を選んでシークエンスビューアーをクリックします。でそうすると、いろんな情報が出てきまして、これが12番染色体で、これがあの座標、塩基座標になっています。それにここにあのジーンズっていうトラックがあって、いろんな遺伝子が書いてあります。でこの一番下に SRR の何番というあの欄の番号が書いてあって、つまりその SRA に登録された BAM のアライメントファイルをブラウザーで、アライメントされた情報で他の情報と並べて見ることができます。で今ちょっとアルデヒド脱水素酵素に興味があるので、その遺伝子がある座標をここに入れてリターンを押します。そうするとそのこのポジションにブラウザーがズームして、ここにアルデヒド脱水素酵素があるっていうのが見て取れます。でここにマウスを持ってくると、まあ、そのいろんな遺伝子の情報とかをこのポップアップで見ることができます。でこれマウスをどかすと消えちゃうんですけども、ここのピン止めを押すとこうやって、ピン止めされて消えなくなります。でこれを右クリックしてここにズームインします。でそうするとだいぶ近くなってきて、でここでこの脱水素酵素に関する変異の情報を知りたいので、このトラックスからコンフィギュアトラックスを選んで、重ね合わせて見る情報というのを、トラックの情報というのを選ぶことができます。でデフォルトでいろんな遺伝子の情報、レフテックの遺伝子の情報とか出てるんですけども、今ちょっとバリエーションを見てみたいので、この DB スニップのデータとから医学的な意味が登録されているクリンバーのトラックを選んでコンフィギュアをクリックします。そうするとここに一つ、ここにスニップの DB スニップの情報とここにクリンバーの情報が出てきます。そうするとここに紫色のクリンバーの情報があって、何か医学的にインパクトがある変異がここにあるというのが分かります。でここをクリックしてズームトゥーシークエンスで、まあ、一気にズームインします。
ちょっとロストしてしまったので、変異の DB スニップのアクセッション番号で検索しました。でこうして見ると ADH のエキソンがここにあって、37番のリファレンスだとここの塩基が G になっているけれども、ここが A または G になっているという変異がある DB スニップに登録されているというのが分かります。でこの人のアライメントを見ると、ここが G が A になっているリードと G になっているリードが大体半々ぐらいあるというのが分かります。このリファレンスと違うところが赤色で示されています。でこの辺に何か意味があるんだろうと思ってクリンバーのこの関連するデータを見てみますと、ここでスニップの情報が出てきまして、で最近NCBA は直感的に分かりやすいデザインに検索ページを変えるというのをやってまして、正直古い DB スニップのページだとちょっとよく分かりにくいんですけども、この新しいデザインで見ると非常に分かりやすいです。そうすると、G が A になるアリールがあって、そのいろんな関連する情報を見ることができます。でここに例えばフリクエンシーを見てみると、1000人ゲノム中のフリクエンシーのデータというのが見ることができて、全世界だと A がアリル持っている人は非常に頻度は低いんですけども、東南アジア人だと、だけ高いというのが分かります。あとこれに関連する論文というのが161本出ていて、そのリンクというのを見ることができます。でここがスニップの情報で、変異の情報で、これの医学的な意味を知りたいときはクリンバーのページに飛びます。そうするといろんな医学的なことが書いてあって、この G が A になっていると、アルデヒド脱水素酵素の504番目のグルタミンがリジンになっている、で活性が弱いので、アルコールに弱くなるということが書いてあります。要は日本人だと56% ぐらいがここが AA で、いわゆるお酒をエタノールを飲んでアルデヒドが出てきて、それを代謝する活性が強い欧米人みたいな人で、お酒にいわゆる強い人になります。でこれが A と G になっていると、両親から2つ染色体があるので A と G になっていると、活性が中程度で、それが日本人の 44% ぐらいになります。それがそのちょっとお酒飲むと、顔が赤くなったりする人です。僕もその AG になってます。でここが AA だと全くアルデヒドを出す代謝する活性がないので、いわゆるお酒が飲めない人となって、日本人の 4% ぐらいにの頻度になっています。でこの NCBA のブラウザの非常にいいところは、SRE の生データ、アライメントのデータを見て全然コマンドを打って解析することなしに、この人は AG のこうアリルを持っているというのが、何も解析しないでこのブラウザ上クリックするだけで見ることができるし、その変異の医学的な意味とか DB スニップにある変異の情報っていうのを、ブラウザ上でクリックすることで見ること、辿って見ることができます。この変異の情報と、医学的な情報とのインテグレーションの、っていうのは NCBA の非常に強みになっています。でちょっと時間がなくなってきているので、あと1000人ゲノムブラウザというのがあります。で先ほど紹介したような1000人ゲノムとかいろんな大規模データがあって、 NCBA がそれを加工したですね、見やすくしたさっきの RefEX みたいなサイトを作ってくれていて、1000人ゲノムのデータをまとめたブラウザーというのを作っています。でここで先ほどの、ADH の、変異の番号を入れて検索すると、この変異がヒットして、先ほどと同じようないろんなバリエーションの情報というのが見れます。で1000人ゲノムのブラウザーだけなんですけども、下にその1000人ゲノムのにおけるこのフリクエンシーというのが見やすくまとめられていて、例えばアフリカの方だとほとんどの人が G、お酒に強い方
ていうのが分かりますし、例えば日本人だと A が多いと、からあと、ここをちょっとクリックして開くと、日本人のサンプル105サンプルぐらいあるんですけども、それぞれの人のこのアリルっていうのが分かります。まあ、GG でお酒に、この人、F なのでフィーメル、女性の方なんですけど、まあ、お酒に強い人で、この人は、中程度の人っていうのが分かります。この人だと活性がないので、まあ、おそらく全然お酒飲めない方だと思います。であと NCBI は最近ゲノムデータビューアーという新しいビューアーを作っていまして、そちらはさらにナビゲーションが優れたものになっています。でこのゲノムデータビューアーというのが600 のレフセックの真核生物のゲノムに対して作られています。でここで今例えばラクトースを乳糖を分解する酵素を入れて検索してみます。でそうするとその結果がヒットして、まあ、先ほどのシーケンスのビューアーと比べると、ここに染色体のナビゲーションのマップがあったり、まあ、上にこの染色体上の座標の情報があったりで、非常にナビゲーションがしやすくなっています。あとこのエキソンのボタンがありまして、このラクトースの分解酵素の、例えば2番目のエキソンとか3番目のエキソンという形で、まあ、ハイライトすることができます。あとこの結果をブラストに送ったり、あるいは自分のデータをアップロードしてトラックとして足して重ね合わせてみたりとか、そういった機能があります。で今エクスプレッションの情報を知りたいので、このトラックコンフィギュアトラックスを押して、これ、ね、NCBI リコメンディッドトラックセットというのがあって、例えばクリニカルな情報に興味があるときに推奨するような、先の DB スニップとかクリンバーのトラックとか、エクスプレッションを知りたいときに選ぶエクスプレッションのトラックとか、リコメンドしたのがあります。で今回エクスプレッションを選んでみます。でそうすると下の方にエクスプレッション各組織のエクスプレッションの RNA-seq のバムの結果というのを見ることができます。これを見るとこの乳糖を分解する遺伝子というのはほとんどの組織で発現してないんですけども、まあ、小腸で発現しているというのが見て取れます。であとこの遺伝子を見てこのジーンというサイトを見ると、この乳糖分解ラクターゼの遺伝子に関する情報というのが集約されています。でここに遺伝子の名前とか機能の情報が書いてあって、下に臓器ごとのエクスプレッションが書いてあって、十二指腸と、まあ、小腸で特異的に発現しているというのが見ることができます。まあ、これ何かというと日本人も含めて普通離乳するとこのラクターゼって発現しなくなるんですけども、まあ、オランダとかデンマークとか酪農王国と呼ばれるところだとずっと牛乳を飲み続けたりチーズを食べたりするので、こういうのが発現していて、まあ、大人になっても牛乳を飲んでも下痢しないというようなことが知られています。それからあとはブラストをすることも、卵に対してブラストをすることもできます。例えばこれうちに登録されたとあるヒトメタゲノムのシークエンスなんですけども、このバイオサンプルを見てみるとヤクルトの中央研究所から登録された、まあ、健常な日本人の、まあ、ヒト腸内細菌のゲノムシークエンスであるということが分かります。でここでこのエクスペリメントしないトゥーブラストというのがあるんですけども、これを選ぶとこのエクスペリメントから出てきた卵に対して、
ブラスト検索をかけることができます。でここにビフィズス菌特異的な配列でブラストをかけてあげると、非常にヒットするので、ちょっとヤクルト飲んでるからかどうかわからないんですけど、まあ、この日本人の方の人腸内メタゲノムにはビフィズ菌が多く含まれてそうだということが、まあ、推測できます。ただ最近NCBI がアナリシスっていうタブを作っていて、この NGS の生リードのタキソノミーの分類というのを、まあ、テスト版として公開しています。まあ、これを見るとここにリードの由来するバクテリアの情報というのが書いてあって、そもそもここのアクチノバクテリアが 4.7% あって、これがビフィズ菌なんですけども、ビフィズ菌由来だと思われるリードが 4.66% 含まれるというのが、見ることができます。ちょっと駆け足になってしまったんですけども、あと DDBJ でもサーチシステムを、公開しています。まあ、ただちょっと正直言ってやっぱり NCBI とか EBI に比べると、まあインテグレーションとか検索の機能はあんまり良くないんですけども、今DBCLSとかで一緒になって改善しています。ただうちの SRI のいいところは、データをダウンロードするのは、まあ要は静岡県の三島市に FTP のサーバーがあるので、 NCBI とか EBI よりもデータをダウンロードするよりもうちから落とすのが一番早いです。でアスペラっていう高速のデータ転送ソフトも提供しているので、まあ、非常に早くデータをダウンロードすることができます。で DDBJ の人間としてなかなかちょっと言いにくいんですけど、だから結構おすすめの使い方としては NCBI とか EBI でいろんなことで検索して関連データを見て、この LAN のデータ面白そうだなっていうのをその番号を取ってきてうちからダウンロードするっていうのが一つのおすすめの使い方になります。ちょっと最後駆け足になってしまったんですけども、まあ、各サイトのそれぞれいいところがありまして、 EBI はメタデータのいろんな項目での絞り検索が充実しています。あと表形式で結果を出してくれるので、まあ、対応関係が把握しやすいです。で NCBI は NIH の下にありますので、クリンバーとか医学的なリソースですね、特に変異情報とのインテグレーションというのが非常にディープで、メタデータでインテグレートしているだけではなくて塩基配列の情報を使ってブラウザ上で情報をインテグレートしているので、まあ、非常に直感的にデータをナビゲートすることができます。でうちはもうちょっと頑張らないといけないんですけども、まあ、FTP は国内になるのでデータのダウンロードは一番ここからが早くなります。と以上になります。